皆さん、井手町ってご存知ですか？どこにあるか、特徴はご存知ですか？井手町は京都市と奈良市の真ん中にあり、周りには京都の部長用木津川市があります。だいたい1時間もあれば大阪奈良市街まで出かけられます。近くに国道が2つあり、 JR の駅も2つ、快速も止まる。土地の値段も非常に安い。さらに言うと、ホタルの出るタワーがあり、四季を感じられる自然がすぐそばにあります。これまで井手町商工会青年部では町おこしのため10年以上にわたって1000人規模の集客を誇る野外コンサートや自然を生かしたマウンテンバイク大会を主催し、多くの参加者を集めてきました。参加されたお客さんの評判もよく、自信を持っている事業です。しかし、マウンテンバイク大会のある参加者からの一言が心に引っかかりました。楽しかった、安くてイベントやってくれてありがとう、これからも続けてや。ところで、あんたら商工会青年部何のメリットがあってやってんの？悪意はなく素朴な疑問だったようです。私たちの企画は、少しでも多くの方々に井手町に来てもらって、井手町の自然を楽しんでもらいたいというものでした。実際に毎年大好評をいただきました。でも、参加者さんの立場から見れば、井手町の特産品を売るわけでもない、自分たちの商売の売り込みをするわけでもない、全くのボランティアに見えたのかもしれません。決してボランティアが悪いということではないのですが、私たち商工会青年部がやるべき事業として何かが欠けているのかもしれないと思ったのです。そこでまず自分たちの目的が何だったのか考えてみました。地域活性化のため、町の PR のため。考えれば考えるほど、私たちとお客さんとの感覚のズレを感じさせられました。10年以上も同じ事業を継続していると、当初の熱い思いもわからない。継続することで良くも悪くもノウハウがたまって、年々簡単に事業ができるようになる。我々商工業者も同じです。創業者と後継者の感覚の違い、永遠の課題だと思いませんか？せっかく商工会青年部に入ってるんです。青年部事業を通してその辺の勉強しなきゃもったいない。商工会青年部という組織には定年があり、必ず世代交代が行われます。これを自分の仕事に置き換えて学ばなくてどうするの？逆に自分の仕事で学んだことを商工会青年部で実践しなくてどうするの？この限られたひとときにやれるだけやらなきゃもったいないですよね。そこで今年は自分たちの事業所についてと同時に、商工会青年部事業についてもじっくり深く考えてみることにしました。自分の仕事と青年部の活動を重ね合わせれば、みんなかなり真剣になります。何を目的に、どういう成果を目指すのか。そんな中で井手町商工会青年部では3つの基本方針が生まれました。1つ、自分たちの商売のための勉強。2つ、自分たちの継続事業推進。3つ、地元への貢献事業推進。驚いたことに、基本方針が決まると自分たちの事業の問題点がいっぱい見えてきました。10年以上も町の PR 事業